はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思いますってことでね、今回はね、ちょっとガチャ引く動画にしようと思うんですが、まあチケットとかでね、その前に、こちらね、2.5 周年高野祭パネルミッション第2弾の方が、あと一つで終わる状態になってるんですが、このね、四次元屋敷のバトルに、25回挑戦するがね、あと2回残ってるんですが、これね、ちょっとね、四次元屋敷最近サボってたので、まあ、0回状態から、あと2回までとりあえず進めといたんですが、何をしてたかっていうと、実はね、あれね、ステージをね、25回クリアしなきゃいけないわけじゃなくて、25回挑戦するなので、実は、まあ、こんな感じでね、わざとやられれば、回数増えるんですよね。なので、まあ、真面目にね、四次元屋敷やってる人からすると、関係ない話なんですが、まあ、四次元屋敷ちょっとサボっちゃってたけど、あのミッションね、こなしたいよっていう人は、実は、こうやってね、わざと何回かやられとくと、それだけでね、クリアできますよという小ネタをね、最初に入れておきますっていう感じかな。まあね、これに関してはね、なんて言うんだろう。全然クリアできない人とかも、挑戦で OK なので、挑むだけね、挑んでおきましょうという話ですね。はい、というわけで、これで OK ですね。まあ、最後は普通にクリアすればよかったんだけど、一応ね、ちょっと動画的に、わかりやすく、別にね、勝たなくても、このミッションはクリアできますよという話をしておいて、まあ、ここで手に入れたね、サポートチケット込みで、ガチャチケね、ちょっと消化していこうと思います。ということでね、じゃあ引いていきましょうか。まあ、とりあえずは、1日1回無料の今来てるやつから行きましょう。はい。まあ、これはね、あんまり期待してないんだけどね、単発だし無料だし、カットインもないしということで、星3ですね、普通に。続いて、ポイントガチャもね、まあ、溜まってたので、一回引いておきましょう。はい、こちらも同じようにあまり期待はできないが、オーラがでかいとちょっとだけ期待してしまう。はい、カットインゼロはダメですね。はい、という感じで、まあ、単発を終わらせて、どうしようかな。まあ、チケットガチャ、普通に引いていこうか。55枚あるからね。さあ、一回ぐらい星5出てくれないかって思ったが、場所は悪くないね。ただオーラがなかったので、これはちょっと期待できないかな。はい。ダメだったね。次行ってみましょう。さあ。これはどうだ?さあ。ないか。一回ぐらいね、この55枚の間に来てくれると嬉しいんだけど、さあ、森になってしまった。オーラもない。これは絶望的か。さあ、ダメだ。はい、今日はちょっと、出ない日かもしれないが、まあ、引いていきましょう。さあ、場所は良くなった。オーラが相変わらずない。さあ、カットインもちょっと少なめ。はい、ダメそうですね。あと15回。森になってしまう。さあ、霊界までぶち込んでやるぜ。で、トグロチームだが、やっぱカットインがないね、今日は。はい。なんとも言い難いな。そして、半端の5枚。受け取れクソババアだが、これ5枚できたら嬉しいけど来ないね。はい、残念。ガチャチケは終了。続いて、星4以上が20枚あるので、これ引いていきましょう。さあ、森はちょっとダメそうだね。
ただ、お、ライゼンフレンズ、カットインが来る。もう、まあ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 、しょうがない。チューチューと来て。はい、もう一回弾けるので行きましょう。そう。受け取れクソババア、オーラ中くらいトグロチーム。カットイン次第だが、ダメか。今日は本当に星5が出ないっすね。星4以上は、これで終了ですね。続いて、5% チケか。5% チケも10枚あるので、これも引いちゃいましょう。さあ、森か。せっかくの 5% だが、ちょっと森だと、期待薄、ライゼンフレンド。さあ、どうだ。5% 引けない。残念。はい、というわけで、今日は、普通のガチャチケ、星4以上ガチャチケ、5% ガチャチケが、星5出ない日でしたね。出ない日でしたが、星5確定チケット2枚と、さっきのミッションで手に入れた星5サポートキャラ確定チケット1枚。これね、引いていきましょう。この3つはね、確定枠なので、どっちから引こうかな。まあ、サポートから引きましょうか。いけ！まあ、ここでね、何か、実用性のあるキャラクターを引ければ、チャラかなって思うんですが、トグロチーム、まあ、星5は確定なので、ここのカットインはじっくり見守って、はい、本日初ユースケ、確定でしか来ない。これあれか、ロリジュリか。はいはいはい。まあ、これは悪くないかな。まあ、そこそこ使えるサポートって感じかな。はい、じゃあ続いて、星5確定チケット2枚。これ引いて終わりましょう。いけ！まあ、ここも、レアリティ的には確定なので、あとは何が出るか、オーラがない。オーラがない。まあ、カットインは最後まで来る。さあ、誰が来るか。おっと？初期夏目と、これ、いつきか？初期夏目といつきかな？いつきだとしたら持ってないんですよ、この純悪の断り。オッケー、これは嬉しい、大当たり。そしてやはり初期夏目、なるほどね、と。はい、これ引けたらね、ガチャチケから、星5出なかったのチャラだわ。だいぶ強いもんね、これ。まあ、虚無の断りが、まあ、揚力ひだめ減少、自身、カウンター付与、カウンター、なんだっけ。まあ、ちょっとね、これレベル1なんで、ここで見ても、あれかな。ほう、なんか総合力が切りよく1万だな。まあ、この辺はね、全総合力ボーナスとかで数値変わるので、単純にね、俺の今の状況だとこうっていうだけですけどね。はい、という感じで結構ねいいキャラを引けたという、結果ですね。よかったよかった。これはまあなんかね最近引けたキャラがねまだ育成が追いついてないので、その辺ね桑原とか、ムクロとかね含めてね育てていきたいとは思うんですが、そうだね、まあムクロもねまだ潜在解放できてないんだよね。巻物とかがやっぱりね、ちょっと不足しちゃってるので、そういう意味では、今のいつきもね、なかなか育てるの大変かなとは思うんですが、夏目はどうだろう？重ね、レベルじゃないな、覚醒上げられるかな？夏目どこだ？いつきは一番下にいるね。で、夏目が、あれ夏目がどこにいるんだ、どの辺だ。そんなにねまだ育ってないはずなんで、星4キャラとかに埋もれているとは思うんだけど、あれマジで夏目が見つからない。あ、いた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 。
夏目に関しては36か、50分の36だから、もうちょっとだね。って言ってもまだ C ランクだし、まあ一応ね、なんて言うんだろう、オートスキルの移植っていうことで言うと、陽属性でね、会心ダメージ増加台が付けられるので、これね、しっかり夏目が育てば、タッグユースケにくっつけて、なんだ、ヒエの後ろに置くとね、結構強いとは思うんだけど、まあでも今はね、オートスキル移植とか気にせずにね、普通にステータス高いキャラをつけちゃった方が火力出そうなので、ユースケにはね、ジンがね、ついてますね、今のところは。はい、そんな感じかな。で、サポートの方に関しては、このジュリだけど、E ランクから、7個足りないか。はい、という感じでね、ちょっとね、もう持ってるキャラに関しては、ちょっと被ってもね、覚醒ランクは上がりませんでしたという感じかな。そうか、そうか。で、潜在解放的には、あれ、あの5期は別に潜在解放とかがついてるわけじゃないんだっけ？単純に強いだけか。勘違いしてたな。そっか。あれだ、潜在解放ついてるのは、まあ、あれか、キリンとかムクロとかその辺からだっけ？で、クワバラがいてっていう感じか。はいはいはい、なるほどねと。こっちと勘違いしてたか。な、そうだね。はあ、なるほどね。クワバラをね、ちょっと、今育ててるんですが、必殺技のレベルがね、片方9で止まってて、まだ足りないんですよね。で、ムクロの方はそうか、巻物足りたのか。ただ自分のコンペンが足りないって感じか。なるほどね。こっちも、自分のコンペン足りないんだけど、ただね、こっちの、ムクロに関しては一応交換で30個手に入れることも可能なので、どうしようかな。まあ、こっちはな、比叡と比叡で上げちゃえるんだけど、それをやるともう片方のムクロがね、上げれなくなっちゃうっていうことで、一応保留になってるかなと。まあ、ただね、G ランクのね、一番最新の揚力タイプムクロを潜在解放するよりも、まあ、B の攻撃タイプのね、ムクロ潜在解放する方が即戦力になるような気もするから、ちょっとここは悩ましいかな。うん。まあ、俺の手持ち状況としては、そんな感じですね。はい。というわけで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。